昔バイトをクビになった過去がある芸能人4選。皆さんこんにちは。華々しく活躍する芸能人、そんな芸能人の方も今は輝いていますが、昔バイトをクビになったという悲しい過去を持つ方々がいます。そんな芸能人のエピソードをまとめてみました。どうぞご覧ください。本田翼さん。女優本田翼さんが行列のできる法律相談所日本テレビ系に出演した際、本田さんは10年前に寿司屋のアルバイトを無断欠勤してクビになっていたことを明かしました。当時高校生だった本田さんは週3回ぐらいのペースでオーディションを受けるものの不合格続きだったとか、オーディションに行くための電車賃にすら困るようになったため個人経営の寿司屋でアルバイトを始めたそうですが、2年目のある日、オーディションの日にアルバイトが入っていることを忘れ無断欠勤してしまい結局クビに。本田さんはすぐに謝罪したと言いますが、大将からはもう明日から来なくていいよと言われてしまったそうです。あんな終わり方をしてしまったのが今でも心残りですと心境を語り、スタジオに10年前のその日から会っていなかった大将が登場し、再度謝罪をすることができたようです。よかったですね。フワタン。個性的なキャラとカラフルファッションで一躍人気者になったお笑い芸人フワタン。5月23日に放送されたテレビ番組激レアさんを連れてきた。テレビ朝日系で10回連続でバイトをクビになった経験を告白しました。その理由はすぐに職場から消えたり、お客さんにダメ口を聞いたりするから、もはや有名な話ですよね。でも、いくらクビになっても、そのフワちゃんのままでいられたからこそ、人気者の今があるのかもしれませんね。堺雅人さん。バイト先のお店が好きすぎてクビ。今や国民的俳優として、人気を博す堺雅人さんも、アルバイトをクビになった経験があるそう。2017年11月に放送されたスッキリ日本テレビ系で下積み時代に働いていたドーナツ屋さんでのクビ体験を告白。その理由はお店が好きすぎで無断で出勤してしまったから。そもそもシフトの制度を理解していなくて暇だからお店を手伝えると勝手に出勤してタイムカードを打刻してしまったのだそう。また間違ってお客さんに1000円以上多くお釣りを渡していたこともあったそうで、実は本当のクビの理由はそっちの方なんじゃないのとネット上では言われてるみたいです。三四郎小宮さん。目つきが悪いせいでクビ。2019年4月放送の中居くん決めて TBS 系で焼肉店でのアルバイトのクビ体験を語ったのがお笑いコンビ三四郎の小宮博信さん。その店ではお客さんに対応するときに喜んでと掛け声を言うルールになっていたのですが、小宮さんの喜んでの言葉に対してお客さんから喜んでねえよとクレームが入ってしまったそう。また居酒屋のホール担当だったときは目つきが悪い男がいると苦情が入ったことも。バラエティ番組では笑いのネタになる小宮さんの目つきですが、接客業の店員としては向かなかったのかもしれませんね。でもそういった苦労があるからこそいろんな芸能人に対してその人に合わせたツッコミができるようになったのかもしれませんね。光浦靖子さん。いらっしゃいませが言えずクビ。引っ込み思案な性格で知られるオアシズの光浦靖子さんも過去に20回以上アルバイトをクビになった経験があるそう。アベマ TV のおぎやはぎのブステレビ2018年4月放送でウェイトレスをやりたかったからアルバイトしたけれどいらっしゃいませが恥ずかしくて言えなかったと明かしていました。お客が店に入ってきたどのタイミングでいらっしゃいませを言うか、いちいちドキドキして声量もいい具合に出なかったとか、そんな首体験を重ねて最終的には
化石発掘のアルバイトにたどり着いたと語っていました。もうこの話がネタですよね。福山雅治さん、八百屋風の掛け声が原因で首、見た目もよく仕事もテキパキこなしそうな福山雅治さん、かなり意外ですが首を経験したことがあるそう。出身地の長崎から上京してきた時に宅配ピザ店でアルバイトとして働き首になったそう。その理由は、はつらつと元気に働くことがいいことだと信じて疑わなかった福山さんは、注文を受けると「はい、毎度」と大声で返事をしていたところ、ある支店長から呼び出されて、「君の雰囲気はこの店に合わないんだよね」と退社を促されたそう。店長に「元気が良くていいね」と褒められたこともあったのに、あれは田舎もんだねという東京流の嫌味だったんだと気づいたことを、2007年3月に自身のラジオ番組「魂のラジオ」で語っていました。なんかとても悲しい経験ですね。そんな経験が福山さんにあったとは意外ですよね。どんなスーパースターにもそういった失敗や辛い経験は誰にでもあるようですね。いかがでしたでしょうか。今何か失敗しても、そんなエピソードを持った芸能人を見れば自分もまだ大丈夫と元気がもらえますね。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。